ばんは。やっほー。やばいやばい、ショールームつけたら落ちました。ちょっともうあれですね、携帯がショールームに耐えれなさそう。いけるかな。よし、ちょっと落ちたらごめんなさい。負荷に耐えれない、なかなか耐えれないショールームです。お帰り、ただいまです。今ねちょっと充電しながらやってるからかも。でも充電がないんだよな。こんばんは皆さん。でもさっきまでねめっちゃ寝てて、すごいもう目がシパシパです。目がシパシパだし、もうむくみがすごいんですけど、8月も終わりですね。9月もまたよろしくお願いします。ちょっと飲み物を飲もうかな。今日はアップルティーを飲みます。よいしょ。今日レッスンだった。もうアディダス着てたらレッスンだよね。レッスンでした。よいしょ。踊ってきて帰ってご飯食べて、しかもラーメン食べちゃったから、多分めっちゃその後寝たからすごいむくんでると思います。今日はちょっと8月の今月にめちゃくちゃしたかったことがあって、それがホヤのね缶詰をいただいてるんですよ。こちらなんですけど、それをちょっとやっぱり勇気がないので配信で食べようと思ってて、こちらです、ホヤで。8月中には食べよう食べようと思って、もう1週間以上経ってて、もう8月31日になったわけですよ。ちなみに今日はお父さんの誕生日です。おめでとう。まあそんなわけでホヤを食そうと思いまして、今日ちょっと勇気を出して配信で食べたいと思うんですけど、すごいね、もう水の音が、塩香る水に。しかもねホヤってなんか真水がダメらしいんですよ。なんか旨味を損なうみたいな、絶対これ入ってるの食塩水だから多分めっちゃしょっぱい気がするんですよね。洗った方がいいのかな。でもなんかホヤのいいところはそのまま食べても味があるところみたいな言ってたから、洗わないでいいのかな。ちょっと読んでるんですけど特に何も書いてない。それでは、いやーちょっとテロップ変えよう。怖いわ。怖いな。ちなみに今回食べるのはこちらの大人の夜にホヤホヤドヤっていう缶詰です。木の屋さんの缶詰を食べたいと思います。うわー怖い。これ寝起きに食べるもんじゃないよね多分。まだ顔が起きてない。ちょっともう一回アップルジュース飲もう。アップルティー飲みます。爽やか、爽やかにして開けます。うおー、あ、普通になんかよく匂う海鮮の、すごい。でかいわ。ホヤです。え、これちょっとお皿持ってこようかな。結構大きいですね。ちょっと割り箸で何個入り、塊で2個かな。
切られてるのかしら、切られてるかも。うわすごい、こちらが小屋ですね。海のパイナップルって言われる小屋です。わお。これ多分そのままかじるもんじゃないから切った方がいいな。これが出来たて、出来たてじゃない、開けたてほやほやのほやです。すごいなんか中が、え、見せたいんだけど、すごい、あ、見えないわ。どうやったらこのなんか神秘、切ろうかな。ちょっとこんな大きいやつはなか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 勇気いりすぎるんで、ちょっと切りたいと思いますね。まな板と包丁を持ってきたいと思います。と台所には今日行けないので、よいしょ、ちょっとお待ちください。さて、さてさて、ちょっと包丁持ってきたんですけど、下もアディダス、そうだよ、今日は上も下もアディダスで踊ってきました。うわーすごい。あ、でもえ、切れてるやつもあるんですよ。なんかついてるけど、これ内臓のあれとかじゃないのかな。すごいすごい、うわっ、え、あれなんかショールームじゃ色が伝わらないけど、すごい真っ黒なんですよ。なんか内臓、絶対これ内臓。わお、加熱した方が美味しいのじゃないかっていう気持ちにもなってきた。はい、じゃあちょっと切ってみたいと思います。口サイズにとりあえず。うわうわうわわ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 、大丈夫これ大丈夫なんこれ、すごいよ。私の見たことのない生き物の形してるうわーって感じ、すごい。よくこれを先人の人たちは食したものです。うわー、ハードルが高すぎる。じゃあとりあえず切りたいと思います。これを今から食べるって考えたらもうドキドキしちゃいますね。はい、切れました。一口サイズです。こう見たらなんかさ、ショールームで見たらウニぐらいに見えません？ね、コリコリなの。
いやなんかね不思議なんだよね、コリコリ、なんかさ食感、手で触った感じはあんまコリコリとかではないんですけど、ちょっとこれ私アップルティーの準備しとかなきゃ。とりあえず普通に一回食べてみようかなって思います。ちょっともう一回、もうちょっとちっちゃく切ります、怖いですワンモアちっちゃく切ります。はい、とりあえずあの無な感じからこんぐらいでいってみたいと思います。それではいただきます。すごいこれ、いただきます。でも匂いは別に変じゃないんですよね。いただきます。仙台の宮城の方は毎日これ食べて、じゃあいただきます。怖っ。例えが見つからないけど、おいしい。もう一回いきます。全然コリコリとかじゃないな、なんか魚の味がする。貝じゃないですね。なんかでもなんか味付けしてないのに味がある。何の味だろう。でもなんか食べたことあるような味がするんですよね。ブニョブニョ、いやなんかコリコリしてない貝って感じ、アワビみたいな磯の味がします。塩っていうか磯、美味しいあの恐怖していたほどじゃないかも。伝わるかな、ちょっと私食レポがあんまり上手じゃないんだけど、いろいろね調味料をね用意したんですよ。でなんかクックパッドでレシピを調べたら、私が一番美味しそうだなって思ったのはなんかバター焼きだったんですよね、ホヤの。ホヤのバター焼きが美味しそうだなって思って、まあ家にちょうどバターもあるのでまあ、やろうかなと思ったんですけど、一応メインは、私の中のメインはバター焼きで、メインじゃないやつ、メインじゃない調味料からいきたいと思います。で醤油家にあるかなと思ったら、まさかの家に醤油がなくてマジかって思ったんですけど、あの家にある調味料第1巡目、ポッカレモンです。ポッカレモン先生にちょっと助けてもらおうかなって思います。ポッカレモンは私家でよくアボカドにつけて食べてて、お世話になってるので、なんか臭み取りみたいな感じでお世話になってるので、ちょっといただきたい。いい匂い。それではカレモン先生に行きたいと思います。磯の、ね、香りがすごいから、ちょっとこれで爽やかさを足してみたいと思います。
はい、ではいただきます。一口がまだちっちゃいです。いただきます。お、合う。これはお店にある味。うん、なんかどっかで食べたことある味がする。うん、何で例えたらいいのか全然わかんないんだけど、なんだろう。でもこれはお通しとかで出てきそうな味がします。なんかポン酢とか酢の物みたいな感じで、よりもっと爽やか。うん、ありです。ポッカレモンありです。続きまして第2巡ですね。第2巡ラー油です。これはね、一時あの卵かけご飯に入れるのにハマってました。ラー油さんです。ちょっとね、辛みが強くなるんじゃないかなと思います。さて、もう匂いがすごいもんな、ラー油開けた瞬間の。すごいさ、これなんか内臓みたいなの、すごい内臓っていうか卵、なんか卵みたいなの入ってるけど、これなんなんだろう。濃いめの黄色のなんか付属物がいっぱいついてるホヤです。卵なのかな。じゃあラー油かけてみたいと思います。はい、いただきます。どんな感じや。ちょっと色が濃くなりました、ラー油で。いただきます。うん、合う。あ、辛っ。辛いけど合う。ちょっとかけすぎた。これ合うぞ。これも中華料理屋さんのお通し、いや一品物かも。ホヤのラー油漬けみたいな。うん、ホヤすごい、なんか何にでも合う。え、これはなんだろう。もう本当になんかもう全部例えが見つからないんですけど、中華っぽい。え、中華っぽい、なんかあの中華の料理名が出てこないんですけど、一品料理じゃなくてあの副菜ぐらいの中華の料理、あれに似てる。名前が出てこない。ザーサイ。あー、近い。そんな感じ。え、結構合うかも。ザーサイ、それかも、合うかも。ホヤは甘みや酸味といった味覚の基本的な要素5つを一度に感じられる食材らしい。じゃあ辛みも旨みも感じられるんだ。なんかそんな感じの味がします。これはいいですね。合います。はい、では続きまして、王道なんですけど、マヨネーズ。私は結構本当に生粋のマヨラー
なんですよ、わりかし。今はだいぶ抑えられたんですけど、もう昔はもう中学生とか高校生の時はマヨネーズを吸うだけで楽しむぐらいマヨラーだったんですよ。で今回はちょっとマヨネーズ食べたいと思います。ちょっとホヤがなくなってきたのでこっから取り出したいと思います。切る前のホヤすごい。じゃあちょっとこの内臓がたっぷりついているホヤをいただきたいと思います。水気をね取ってね、シュッ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 。まあホヤがもともとその塩水に浸かってるから、もともとのなんか味があるっていうのも美味しい要素かもね。はい、それではマヨネーズ使ってみたいと思います。内臓がめちゃくちゃついてるんでかけすぎちゃいましたが、マヨネーズマヨホヤです。マヤです。北島マヤです。それではいただきたいと思います。うん、まっ、これは美味しい。めっちゃ美味しい。万能マヨネーズ、万能。これはもう一品料理メイン。ホヤのマヨネーズあえとかで多分760円ぐらいで出てくるかも。うん、おいしい。これめっちゃおいしいです。ただマヨをつけてるだけなのに、ちょっとつけたいと思います。すごい。なんで？うん、なんかね、思ったよりいけます。なんでだろうって思ったけど、多分普通に自分でさばいて自己処理したホヤじゃなくて、ちゃんとこう丁寧に加工されてるから入りやすいんだと思う、ホヤ初心者でも。すごい、ホヤってさ、なんか海の味全部詰め込んでるみたいなってよく言われてるけどさ、これちゃんとなんか綺麗にさばいて綺麗に洗ってるから美味しい。いいホヤ、めっちゃいいホヤ。木の屋さんすごいめっちゃおすすめです。食べやすいです。めっちゃなんか後味もね、変な味がしない、美味しいかも。マヨがうまいんじゃ。マヨも美味しい。マヨも美味しい。てか何にでも合うかも。マヨラー油も良さそう。確かに。ちょっとマヨラー油試してみよう。おきぽの居酒屋メニューみたいになってるけど。でもこれね、全然売れそうな気がする。売ってるんじゃない？マヨラー油の小屋とか売ってないのかな。売ってないなら特許出したいんだけど。マヨラー油です。ホヤのマヨラー油和え、いただきます。うん、これは美味しすぎる。めっちゃ美味しい。あ、辛い。私ちょっと辛いの苦手だから辛さが来るけど、これはいい
ホヤの形もっと見せて。ちょっとね、切ったやつ食べきっちゃった。ここにまだ残ってます。まだある、ホヤの皆さん。うん、すごい。いっぱいやりたくなってますか皆さん。ちょっと皆さんの晩酌のお供にホヤをつけてほしい。アップルティー、アップルティーでも全然美味しいですね。見た目によらない。まあね、確かに。でもホヤの見た目のさ、なんかちょっとやばいところって、あの殻の部分だと思うんですけど、これあの殻が取ってあるからわりかしなんかすごいんですよね。なんだろう、なんかね、皮っていうよりかはもうなんか糸が、黄色の糸がぐるぐるに巻いてるみたいな、なんか絹糸みたいな見た目してるんですよ。これがね、なんかすごいこうシューってずっとぐるぐる巻かれてるみたいな、なんか糸の線みたいな表面、皮っていうよりすごいなんか不思議な。だからかな、なんか食べた時がこう、わかるかな、なんて言ったらいいんだろう、なんか噛みちぎってるっていうよりほどけてくみたいな。そう、ちょっと繊維質感じです。カニ的な、いやカニとは違うな、どっちかって言ったらなんかサラダチキンみたいな。あ、サラダチキンみたいな、ああいう感じ。すごい、ホヤ好きなの。ホヤ初めて食べます、ちゃんとは。うん、予想と違った。いや、サラダチキン、うーん、例えがどっちかって言ったらホタテとかかもしれない、わかんない。私あんまり、なんだろう、海鮮物をそんな食べないから。じゃあ最後にね、切ってバター焼きをちょっと作ってみたいと思うんですけど、このでかいホヤを切りたいと思います。なんかすごい、あのすごい、こう見たら見た目がすごいことになってるけど、ホヤはちなみにあのあれなんですよね、でかいね、でかい、すごい。ちょっとこれ触るの勇気いる。ホヤはあの 貝じゃなくて脊椎動物なんで、人間とかと一緒なんですよ。とりあえず一口大に切りますって。でもね、なんかね、この缶詰にもあ、缶詰違った、缶詰のおすすめの食べ方は冷やして食べるのだけど、電子レンジで温めるのもいいって書いてるので、ちょっと電子レンジで即席バター焼きを作っていきたいと思います。バター入れて焼くだけですけど、ちょっと行ってきたいと思います。レッツゴー。
今ねチンしてるところです。電子レンジで。とりあえずそんなに長くはやってないんですけど、500ワット1分ぐらい。ただいまやっております。さあどうなりますかね。でもね美味しいと思うんだよね。膝ポキって言った、ポキって言ってた。いや私本当にねこの膝のね傷がねまだ治んなくて、もう本当に最近今日も踊るのに言いたくてもどん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 ねなんか腐敗していってるんですよ。なんかなんかもう新しい皮がこの花は誰のものと暗闇というダンスによってことごとく潰されてって、また薄皮が次の日にできてるんですけど、また次の日の踊りで潰されてるっていう悪循環が起きてて、もうめっちゃ痛いんですよ。そう一回マジで皮を生成する時間が欲しい。もうお風呂とか痛くないんですけどね、踊るのが痛いんですよね。まあ、ちょっと見せたいんですけど、見せるのはねホヤの内臓よりとてもグロテスクだと思うのでやめておきます。あ、めっちゃいい匂いする。すごいいい匂いが。ちょっと行ってきます、取ってきます。これ醤油あったら美味しかっただろうな。ちょっと見た目があんまり、あの内臓がすごいあれなんで、ホヤのバター焼きでございます。でももともと塩が、しかも焼いてるホヤすごいなんかバターのせいかな、すごいトロトロになってる感じ。美味しそう。匂いはもう100点満点の匂いしてますね。こんな感じです。めっちゃトロトロになってる。それではいただきたいと思います。うん、うん、うまっ。なんだこれ、例えが見つからない。なんだろう、でもまた違いますね。焼いたらクリーミー味が増してる。ちょっと目がかゆい今すごい、ごめんなさい目がかゆいんですけども、いつも見つからん。本当にね例えが難しい。でも油と相性いい、油相性いいかも。マヨネーズとかバターめっちゃ相性いいかも。風味出た、風味出てるね。なんだろうな、食感的にはなんかこう温めたら結構柔らかくなる感じ、温めないとわりかしもうちょっと歯ごたえあるけど、まあ、コリコリではないんですけど歯ごたえはどっちもあるかも。あ、でも温めたらあんまり歯ごたえは消えるかも。味はでも合いますね。バターホヤのバター焼きめっちゃ合うかも。いただきます。うん、珍味なの。難しいかも。なんか私そもそもなんだろうな、結構偏食な方で、なんか貝殻系とかをほとんど食べたことないんですよ。この年になって初めてなんかアワビとかホタテとかをちょっと
お仕事とかでいただくようになったってぐらいで、マジで、まあ、ホヤは貝じゃないけど、まあ、貝に似てるじゃないですか。貝類をほとんど食べたことがなくて、なんか何に似てるとかがちょっと言えないんですけど、あの磯の香りがする系の食べ物で、でも、うん、美味しいかも。もっとなんか珍味的ななんかものなのかなって思ったけど、わりかし普通にいけるかも。うん、なんかさ、あの高級中華とかでさ、ツバメの巣とかさあるじゃない。あそこら辺ってさ、なんかこう高級とかその取れにくいとかで価値を得てる感じがするけど、味的にはなんかわかんないじゃんでもこれは美味しいね。なんかその見た目とか食べなんか取れにくいから珍しいからとかじゃなくて、普通に美味しいから食べられてるんだなって感じの食材。え、見てほしい。なんかね、繊維っていうかすごい、こう裏見たらすごい分かる。難しい。え、見えるかな。なんかキノコみたいな見た目してるんですよ。この繊維感がすごいんだけど伝わらない。ボケて見えない。なんか一本にできるって感じ。ほらほらほら、あ、見えない。ほら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 、こういう感じの食感。わかる？なかなかの見た目。確かに。でもおいしい。私キノコをほとんど食べたことないから、なんかキノコに似てるとか言われてもキノコを食べたことないからわかんないんだけど、でもなんかこんな感じ。おすすめですか？これはおすすめですね。多分個人的にはなんかさ、塩辛とか酢の物とかの方が美味しいって言われるけど、私は結構油系で食べる方が食べやすい気がする。なんか磯感が薄れるかも。多分ね、私前に宮城のご飯屋さんに行った時にホヤ売ってたんですけど、そういう私の行った店かな、なんか酢の物とかそういう系のホヤしか置いてなかったから、あれかも。ポピュラーな方っていうよりかはマヨネーズとかラー油とかバターで食べた方が美味しいかも。の方がなんか磯感がなくなる。美味しいやばかった。8月のラストに持ち越さなくてよかった。皆さんぜひこの木の屋さんのホヤドヤ食べてみてください。これ多分私が今日食べたレシピっていうほどじゃないけど、味付けは絶対こうお酒にも合うんじゃないかなと思います。私はあんま飲まないからあれだけど、ちゃんと味がしっかりついてるから多分ビールとか好きな人が似合うんじゃないかなって思う。ぜひぜひお試しあれ多分宮城にツアーで行く方とかいらっしゃると思うんですけど、いくらなの、いや分かんないんだよね、これいくらなんだろう。私これありがたいことにいただいてるからちょっと分かんないんだけど、もうでも115カロリーしかないよ。食べても太らんじゃん。いくらなんだろう。ちょっと私これ目がかゆい、すごい多分まつげが入って目がかゆい。やだね。調べてみてくださいな。1貫560円。
560円らしい、ネットだと。ちなみにね、こちらもあるんですよ。これなんかマネージャーさんがめっちゃ美味しかったって言ってた。金華サバ、これは普通にちょっと食べたいなって思います。石巻の金華サバ。なかなかだね。確かに缶で考えたらちょっとお高いかも。だからかな、ちゃんとしてるね、味が。すごい、あんなにビビってちまちま食べてたのが嘘のように。いただきます。うまっ。うん、皆さんもぜひぜひ食べてみてくださいっていうおんきちゃんのほやほやレポートでした。スーパーにある。あ、そうなんだ。スーパーにもあるっぽい、探したら。石巻、あ、石巻か、石巻じゃなくて石巻のほや。ほやってさばける。いや、さばくのは多分大変だと思う。うん、バター焼きいいね。美味しゅうございました。ありがとうございました。ホヤのこと少し分かった気がしますね。ホヤホヤ。これで8月もすっきり終わりたいと思います。9月もよろしくお願いします。終わりよければすべてよし。これで秋もいい秋が過ごせるんじゃないかと思いますね。美味しかった心の声だった。そうなんですよ、これだけが、この缶詰をどうしようかって考えてたんですけど、また一歩新しい発見がありました。9月もよろしく、よろしく。おお、なんかちょっと一回切れたような気がする。喉乾いたな。アポルティがなくなっちゃった。これワンコインドリンクなんですけど、90円ぐらいで売ってるアップルティー、めっちゃ美味しい。節約節約。最近、まあ今日食べ物の話で終わりそうなんですけど、最近は、最近っていうか私すごい、あの大のティーが好きなんですよ、とてもとても。で、あのレモンティー、アップルティー、グレープティー、ミルクティー、あと普通になんか茶葉とかも好きなんですよ。アッサムとかセイロンティーとかダージリンとかすごい好きなんですけど、最近、まあ、紅茶が好きなんですよ普通に。で、紅茶が好きなんですけど、なんか最近美味しいポーションを見つけて、それがセブンイレブンのなんかアールグレイポーションがあるんですけど、それで作るミルクティーがマジで美味しくて、もう私最近ね、しかもお手軽じゃないですか、茶葉でやるより。最近ね、もうそれでミルクティー作ってずっと飲んでる。めっちゃ美味しい。見つけちゃったのね。見つけちゃったんですよ。そう、ポーションって何？ポーション、なんかあの原液みたいな。元気みたいな感じです。カルピスの素みたいな感じです。カルピスで言ったら。最近それでね、ミルクティー作るのにハマってるんですよ。カヌレ飽きた。カヌレ買ってるよ。それでカヌレ食べてるんです。で、最近それが本当にすごく好きで、なんか毎日の小さな幸せ何って言われたら、ポーションでミルクティー飲むことって感じ。あのさ、コンビニって大体
自分でこうやってアイスカフェラテとかあの氷のやつ買って自分でピッて押すタイプじゃないですか。で唯一ローソンだけがなんか難しいんですけど、ローソン店によるんですけど、店員さんが作ってくれるタイプ、カフェラテとかは自分でやるんですけど、ミルクティーとかになったら店員さんが作ってくれるんですよ。かなんか店員さんが缶を渡してきて、ポーションその元みたいな、これとこれ入れてミルクそこの機械で入れてくださいみたいなタイプなんですよ。で私そこのローソンのあの非売品のミルクティーの缶が欲しくて、売ってないかなってめっちゃ調べてるんですけど売ってなかったです。そのミルクティーの元のアールグレイの缶があるんですけど、めっちゃ美味しいんですよ。もうそれだけ、なんかもうお手数かけるの申し訳ないから、レジとか忙しい時にミルクティー頼むの、もう全然私やるんでこの缶をください、缶をくださいって感じなぐらいね、めっちゃ好きなんですよね。そう、業務用ってか、なんかもう書いてあるんですよ、その缶に、これはお店に陳列しないでくださいって、もうどでかく書いてるから、もう一生多分日の目を浴びることはない缶なんですけど、あれが本当にすごく好きで、そうなんですよ、あれ売ってないかな、ネット販売だけでもしないかなって、私の本当にしてほしいこと、それかも。いないかな、アルバイトやりましょう、アルバイトね。でもうどうしようどうしよう、あのミルクティーが飲みたいと思ってて、なんかペットボトルのとはちょっと違うなと思ってて、最近やっぱ自分でこうミルクとか割合決めたいと思った時に、じゃあポーション買おうってなっていろいろ買ってきたんですよ、そのセブン以外にも。でもセブンが一番美味しかったかも。最近はそれでミルクティーを飲んでおります。アップルポーションある、アップルは分かんないけど、なんかマンゴーとかはあった気がする、コンビニだと。最近それでそれを飲んでる時間が幸せです。いろんな配合を試して、そうちょっと牛乳濃いめにしようかなとか、少なめにしようかなとか。今んとこ牛乳で割ってますね。あんま水とかやらないかも。でも炭酸で割っても美味しいって言うけど。そんな感じです。カヌレのアイスあるらしい。あ、なんかね、みんながなぜか私より先に、私のファンの人がめっちゃ食べてて、なんじゃこりゃと思ったんですけど、カヌレのアイスが販売してるみたいな言ってた。え、美味しいのかな、アイスって。もうそれカヌレじゃないけど、カヌレなのかな。うん、ね、遅れを取ってる。でも見たことないんですよね、今のところコンビニで。あるのかな、もう売ってんのか。でも売ってるんですよね。でもちょっとカヌレ好きとしては食べたい。家に今冷蔵庫にもちゃんとカヌレあるからね、今日の分じゃないけど明日の分だけど、まだ普通に好きです。いやね、なんか夏真っ盛りの時はさすがにちょっと食欲が失せてたから、なくなってたからあんまカヌレ食べてなかったんですけど、ちょっと涼しくなってきたので最近またカヌレ食べてます。旬が来た、来たよ。暑い時期はね、なんか生地、ケーキ生地とかあんま食べる気なくなるけど、今ココナッツカヌレ食べてる。なんでそれおしゃれ。そのうち飲み物になりそう。なると思うよ絶対。カヌレのブームすごいですもんね、昔からあるのに今すごいから、カヌレドリンクとか出てくると思う。ありそう。ちょっと胸焼けしない、重いよね。確かにわかる。アンディコカヌレアイスバー、あ、セブン限定なのね。うーん、
ちょっと行ってみようかな。ちょっと食べてみたいと思います。皆さんも見つけたら食べてみてください。で、美味しかったら教えてください。結婚してたわ。嘘、ありがとうございます。誰だ、私のギフト欄ちょっと遡ろう。キノコのみさんかな。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 キノコのみさん結婚してたわ、ありがとうございます。書きましょうか。よいしょ、少々お待ちくださいね。アイスのメロンパン懐かしいね、売ってましたよね。少々お待ちください、ありがとう。キノコのみさん結婚してたわ、ありがとうございます。9月もよろしくお願いします。 Thank you。 キス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 からの入籍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 、ノリで入籍してみたらええやん、うちらお似合いやん、それハッピーやん、二人これからもっとずっと一緒にいればもっとありがとうございます。この背景の夏祭りももう終わっちゃうのかなね。夏限定っぽいですよね。秋から何になるんだろう。見納めだな、見とこう。花火ギフトだけはちょい延期らしい。なんで ?9 月まで花火だからってこと?なんかさ、この間事務所に行ったらなぜかクオカードがもらえて5000円分ぐらいので、何ですかって言ったら、これなんかショールームのイベントのやつだよって言われたけど、私何のイベントに参加 してたかも全然覚えてないんですよ。でもクオカードがもらえて、なんかまだ使ってないんですけど、ありがとうって思って、多分皆さんのおかげですよね。でも何でそんなあったっけなとか思ったけど、ありがとうございます。クオカード使ってカヌレ買いたいと思います。なんかそんなあったっけって思ったけど、でも嬉しい。うん、なんかサプライズで嬉しかった。やったーって感じ。そう、なんか 毎年ねイベントやってるんよね。私ねまだあれもね使い切ってないんですよ。昔あったアイスのなんかイベントみたいなのがあって、それでもらったあの31の商品券まだ使い切ってないから、31食べに行こう。そう夏に使うべき、いや冬に食べるアイスもおつなもんですよ。31を温存してるメンバー結構いる。いや違う、なんかもう本当にね30枚ぐらい置かれてるめっちゃあってね。でもパセリはねもう使い切ったって言っててね、すごいなって思ったけど、そんなアイス食べることあるって思ったけど、でも一応ねあの財布の中に入れてるから、いつでもどこでも31があれば買えるんですよ。それでめっちゃあった、パラ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 。使いたいね。31で私が好きなアイスはコットンキャンディです。ちなみにナッツトゥーユーとコットンキャンディ、いらない情報一つ
パセリの血糖値が心配になる。パセリ運動してるからいいんじゃない、大丈夫でしょ、うん、目大丈夫ですか、目なんか治りました、あすごい、花火で爆破された目が。バニラにホヤを混ぜてみよう、でもなんかありそうで、ホヤバニラとか探せばありそうで、明日からポテチとか揚げ物が値上がりする。そうなんだ、私ポテチあんま食べない、あんま食べないけどちょっと悲しいね。マイキューがポテチ好きだからかわいそう。一言。めっちゃ一言ですけど、ミナミとオキちゃんの化学反応が楽しみ。あそう、9月11日ね、5周年ドキュメンタリーブックの記念イベント、私とミナミさんで登壇します、よろしくお願いします。なんかすごいあの引用リツイートとか見てたら、買うその購入特典のハードルが高いみたいなあったんですけど、まあ無理しないで来られる方が、来られる方っていうかできる方がね、来てくださったら全然大丈夫です、お待ちしております。あと3分、もうちょっとしたら何時読もうかね。でも楽しみ、なんか珍しいメンツだから、あと私エールエールにあんまりイベント行ったことないから1回ぐらいしか、あんなによく通るのに、あそこ、わあすごい前髪が崩れた。よし、じゃあちょっと壇上を読みたいと思います。13位から読みたいと思います。13位、とりあえずルービーさん、12位タオさん、11位トートさん、10位トニさん、9位ティーンマンさん、8位シロクマさん、7位ホクさん、6位テリーピーさん、5位イチシタさん、4位ジェリーさんでした。13位から4位までの皆さんありがとうございました。そして3位がコバチャさん、2位がトニトニチョッパーさん、1位がキノコのみさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。というわけで今日はこんな感じで終わりたいと思います。8月も皆さんありがとうございました。9月もね楽しみです、よろしくお願いします。あと勝手に四国音楽祭出ます、嬉しい、よろしくお願いします。公開収録です、嬉しい、結構出させてもらってるんですけど、今年も出演させていただきますぐらいかな、うん。あとは9月2日の未来ホール行きます。それでは9月もよろしくお願いします。バイバイ、ありがとうございました。おやすみなさい。8月もありがとうございました。いい夏を過ごせました。バイバイ、さよなら。